はい、こんにちは、スタプラ研究生の白石瑠璃です。はい、今夜間とアイドル初めての収録が終わりました。ナノちゃんも初めてだもんね。ナノハも初めてなの。夜間さんと話した。夜間くん、夜間くん。ねえ、どうだった？ね、本当に緊張しすぎて、もうなんか変な汗かいて途中で。本当でも全然人見知りしてなかったよ。人見知りしてなかった、うん、よかった。ナノハもすごい上手に、ね、ありがとう。やってて、ね、でも、ね、あのオムライス食べたくなった。オムライス、大きいオムライス、ね、めっちゃ大きい。もうね、私あのゾンビに会ってみたい、うん、ああいいね。でお茶飲みたい。じゃあ今度行こっか。架空の架空だけど、架空の遊園地に行こう、うんうん、行こうね。それでさ、うん、こうやって衣装、そう、ちょっと全体見えるかな。やばい、ごめん、めっちゃ震えてます、すいません。こんな感じ、かわいい。めっちゃもうね、ルリーにめちゃくちゃ合ってると思うの。かわいい色もね、鮮やかな色も作ってて、やった。しかも今日ストレートなんですよね。めっちゃさ、ストレート合うよね。あとね、イヤリングもね、私が選びました。そう、くれた。そうね、仲良しだもんね。仲良しだ。握手もね、ずっとやってるもんね。キュー。ねえ、まだね、45秒くらいありますよ。え、50？ん？やばい、計算ができない。30秒です、あと。最後に言い残したことはありますか？なんか、大好きですみたいな。なんか、みたいですね。皆さん、サプラ研究生のイベントもあるので、11月にね、ひろかねたかなセレネでイベントもありますので、皆さんぜひぜひまた気になったら会いに来てください。はい、待ってます。握手ということで、ということで撮影映ってるかな。撮影はナナハでした。イエーイ。